では喉仏を上下させて様々な声を操る喉押さえマンと女性と男性両方の声を操る奇跡がコラボ。披露するのはドラゴンボール、鬼滅の刃、ルパン三世など昔話の中に豪華アニメキャラが大集合。2人で14キャラの声真似に挑戦。豪華アニメキャラがたくさん登場するネオ昔話、浦島太郎。昔々あるところに浦島太郎という漁師が住んでいました。ある日のこと、浜辺を歩いていると背中に亀マークをつけた孫悟空たちがたくさんのアニメキャラと戦っていました。こんな楽しい戦うの初めてだ。ワクワクするぞ。なあ、たくむち。孫悟空、タイマン買ってくれよ。そんなこと言ってる場合か。 お前たちは自分の命のことだけ考えろ。譜面は完成した。勝ちに行くぞ。お兄ちゃん、私一生懸命やってるのにみんなで邪魔して私をいじめてたの。寄ってたかっていじめてたの。俺の可愛い妹が足りねえ頭で一生懸命やってるの。いじめる奴らは皆殺しだ。黙れ貴様ら。全員まとめてコッパみじんにしてやる。ビッグバンアタック。すごい。戦いの一部始終を見届けた浦島太郎はいろいろあって竜宮城へ。竜宮城では絶世の美女ボア・ハンコックが出迎えてくれました。ルフィ、わらわはそなたのことを待っておったぞ。会いたかったぞ。おい女、どう見たってそいつはルフィじゃねえだろ。なあユナバ。そいつの名はセンだ。分かったら返事をし、セン。何言ってんだよパパ。どう見たってセンでもねえだろ。そんな騒動のどさくさに紛れて竜宮城の玉手箱を盗みにやってきたのはこの男たちでした。俺の名前はルパン三世。彼ら使いとルパンの孫だ。世界一の警察通りに決まらこ。ところがこれが捕まられんだな。おいルパン、竜宮城の玉手箱ってのはどこにあるんだ。なあフィコ。ねえルパン、私に玉手箱ちょうだい。待てルパン、お前ら全員逮捕してやる。そしてこの昔話はこれで終わりだ。すげえ。